IHI の子会社、IHI 原動機が船舶や鉄道車両に使われるエンジンの燃費に関するデータを改ざんしていた問題で、国土交通省は今日群馬県の大田工場などに立ち入り検査を行いました。国交省が今朝立ち入り検査に入ったのは、IHI 原動機がデータの改ざんを行っていた群馬県の大田工場と新潟県の新潟内延機工場の2つの工場です。 データの改ざんは内部告発によって発覚したもので、2003年以降に国内外に出荷された船舶用エンジンなどおよそ4300台で改ざんが判明しているということです。IHI をめぐっては、2019年にも航空機エンジン部品の製造工程で不正検査が発覚し、国交省から業務改善命令を受けていました。